ゴルフしてる？してないね。うん、たまに。いや、ちょっと待って。お前バッグ俺んとこ置きっぱなしやん。練習してやだろ。もう知ってるところしてるんだ。まず最初の打ち始めにやってほしいスイングがあって、はい、アプローチでもなくフルスイングでもなく、はい、何とも言えないサイズのコースを考えてもらいたいね。で、これもらわないんですか、うん、練習にムラがあるよ。練習をするというゴルフをするというその行為自体にムラがある時期は打ち出し、これ絶対やった。はいどうも、カトリゴルジュの浦です。浦です。緊張してんだよ、今。もう誰か言ってたよ。お願いします。誰イタちゃんです。はい、お願いします。ということで、はい、久々に練習に来ました。はい、何をするかも言ってません。ゴルフしてる、うん、してないね。たまに。いや、ちょっと待て。言いたいことがある。何？お前、バッグ俺のとこ置きっぱなしやん。練習してるの、もう。知ってるところしてるんだよ。あのね、知ってる？打ちっぱなし行くとね、1本300円で貸してもらえる。バッグ俺、初めて、うん、実はゴルフやったとき、うん、俺に500円の小遣いもらって行ったの。練習場、ワンコイン500円で知ってるから、うん、ワンコイン500円だって言って、フロント行って、うん、すいません、ゴルフしたいんですけど、うん、いいよ、もちろん。うん、打席料に250円まずかかるので、たま代に500円かかるの。入り口で、うん、あれって言ってたら、今日はサービスしてあげる。優しいね。ありがとうございます。クラブは？え？レンタルクラブ後ろから見たらさ、レンタルクラブ1本500円だから。って言ってて、今日はサービスしてあげるから、750円もサービスしてもらって。優しいね。そう。裏大好きの始まりが。始まり。握り方も何にもわからない。俺よりひどい。全然わかんないから、でもただ打つのもちょっとあれだから、打席入って30分でずっと前後こうやって見ながら。そんな始まり。そっからさ、もう。夢があって。そうだね。誰でもじゃあ大ちゃんみたいにね、なれるっていう。なれる。だから来週にはもう同じことになる可能性が。ねえよねえ、うちのチャンネル史上、やっとずれたなの。もうちょっと下げるわかって。はい、すいません。ちょっと練習だと思います。打ちたいんでしょ。いやいやいや、まあ、あのね、たまにラウンド300円で、いや、たまにラウンド、全然、誘われて、たまにじゃない、1回いただけだろ、1回だ、6月6日のラウンド、7月25日ですよ、本当だ、誕生日です、私。ハッピーバースデーレッスンです。とりあえず、じゃあ、最初だから、54度で、一番得意だと。いいよ、そう。お前得意だもんねえだろ、もう。まず最初の打ち始めにやってほしいスイングがあって、はい、アプローチでもなく、フルスイングでもなく、はい、何とも言えないサイズのやつをまずやってもらいたいですね。あ、何とも言えない。うん。何とも言えないでしょ。七分そうよね。ああ、そうそう。スリークォーターでね、4分の3ぐらいですね。うん、ここから、はい、ここまで、結構高い位置で終わる感じ。OK、バッチリ。これで今さ、左に行ってるじゃん。これを左に行ったじゃなくて、今結構左なんだよ。実際に自分が打ち出す瞬間のことに意識が全く足りてないの、はい。打ち出しを決めるのって、まあ、もちろんここそこで決まるんだけど、意識する場所っていうのは、この構えた、このクラブが当たる瞬間あるじゃん。ここから、ここまで、こんだけだけでいいから、こんだけだけの間、ここがまっすぐ出るように、うん、ここだけ意識してほしい。ああ、OK、OK、構わない。で、まっすぐ出そうとしたら、手が前に出ちゃったから、ヒールに当たったから、シャンクしちゃった。ヒール。はい、きれい。これぐらいだったら悪くないね。できるだけ白線の上にまっすぐ落とせるようにしてほしい。もうね、これでもね、飛びすぎながら無理して振らなくていい。体全体を使って振って、ふんわりに使う、うん、まずはこれだね。特にゆたちゃんみたいな、あの練習にムラがあるやつ、練習をするというゴルフをするというその行為自体にムラがある時期は打ち出し、これ絶対やった方がいい。あ、OK。
綺麗、めちゃめちゃいいもん、めっちゃ綺麗。これ実はあのうちではね、ドリルオリジンっていう名前のドリルで、うちのディディゴルフモンスターズっていうオンラインサロンの方で、ちょっとここはすごい細かい話と、このショットのね、あの大切さについて喋ってるやつがあるので、はい、気になる方はぜひオンラインサロンの方でよろしくお願いいたします。大体ね、イタちゃんはこれでね、75ヤードぐらいキャリーで打てれば多分いい感じなんだよね。70から75ぐらい。あ、そう。今一瞬ね、ここまで来てた。はい、ほんとここで終わったんですよ。はい。どういうことこれ以上いかないでしょ。はい。戻したりしてないでしょ。73。いいね。全く同じスイングを58度でやってみる。全然なんか60に落ちた、バックスイングさっきよりちょっと深くなっちゃって、あ、ちょっと動きの一個一個をちゃんと把握して、はい、まっすぐまっすぐまっすぐ、僕はここまで、まあまあまあ、あの切りねえから、だいたい基本打ち始めこれ、こっからアイアンのフルスイング、アイアンで、はい、はい、エイタちゃん練習するけどね、975ってなってて、ユーティリティ、スプーン、ドライバーって言ったら、今度はスプーン、ユーティリティ、6、8、フィートって思って、奇数で上がってドライバーまで行ったら、偶数で上がってウェッジまで戻ってウェッジで終わる。なるほど。それ全部やっぱ打った方がいい。そうそう。これに関しては、普通にフルスイングしていい。Q1Aでそんな打ち方で狙うことないから。全部が振ってるじゃない、スーパーウルトラが振ってるじゃない、だから右足のね、めくりがね、もうちゃんこになったのね、ゆっくりやれよ。はい、お願いします。お願いします。どうぞ。こっち、はい、ここから切り返しに入る瞬間にはもう足上がりにくなる、これぐらいの感じ。そうすると前叩きやすくなる。この状態だったらこっち叩いてる、はい、でもこうやったらこっち叩きやすくなるじゃん、はい、そこがユタちゃんの一番弱いところ、右で踏ん張っちゃうんだよね。だからパッて構えて振らないで、はい、足を見て、はい、その時に見てこうやって入れてるでしょ、もう風で乗っちゃう。ああ、いいね、いい感じにできてできてね。ああ、素振りしてあるぐらい、あ、オッケー、ダメになったじゃん。うん、ものすごい、そうだな、ほんとだね、と思ったら、もうあ、どうなんだろう、ちょっとばっかりしてた、勘違いしてるからかもしれないし、まあ勘違いしてるんだけど、はい、一個だけ言っておくけど、ゆかちゃんが打ってるトップ、はい、あれはね、あのジョロって言います。ジョロ、ポッポンと思います。ポッポン、今さっきの気持ちよかったのを思い出して、なんか急にブンブン振り回し出したから、はい、振り回すんじゃなくて、はい、綺麗なスイングと、はい、綺麗なバランスで綺麗にフィニッシュで立てるように、この意識だけ持ってください、はい、うん、体重移動めちゃくちゃ遅いけど、だいぶ増した。最初の多分あの準備段階の話ほとんどで、あとフルスイングしたら、あんなにオリジンで綺麗な感じ出してたのに、急に一発綺麗に当たり出したらブンブン振り回して夢を追いかけたところで得られる成果は何もありませんでした。はい、はい、自分ができること以外やらないように、はい、調子乗っちゃいけない、いいですか、はい、ちょっとじゃあまた次回あれですね、これもちょっと練習してからウッド系とかやるんで、面白そうとかあったら回しましょうか。とりあえずキューバイン頑張って、はい、めっちゃ練習します、はい、まず最初の2本絶対ね、はい、やってください、はい、はい、じゃあ締めいきますか。そんな大ちゃんハッピーバースデー練習公開的にも随分あったの、そんな誕生日も ね楽しくレッスンした大ちゃんのカトリゴルフ気に入ってくれたから、グッドボタンと、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。そこまでよかったのにな、はい、チャンネル登録お願いします。 SNS 概要欄の方にチェックお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで急に緊張してるの。